さあ、お願いします。変な感じですね、なんか。確かに。いや、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、お座りいただいて、すいません。じゃあ、僕らも座りましょう。よろしくお願いします。はい。今回、対談させていただくのは、株式会社 OA9 松本久志社長です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待ってください。松本久志社長です。すいません、僕ら吉本芸人全員ドキッとしてるような。ドキッとする。はい、めちゃくちゃドキッとしました、今。そうですね。スケジュール来た時、5度見ぐらいしました、ね。ってなって。いや、そうだよね。いや、実は尼崎出身です。マジですか。ちょっと今日やめよう。やめよう。それはもう向こうにも申し訳ないです。いやいや、尼崎の松本さんとは絡めないですよね。一番でドキドキするんです。そうなんですか。はい、じゃあもう絶対死ぬほどこの感じのいじりされてますよね。そうですね。そうですよね。すごいな。もう一回聞かれることあります。そうっすよね。そうっすよね。じゃあ、松本先輩、よろしくお願いします。意味合い変わってくるから、松本先輩っていう。いやいや、長崎の松本さん、俺らの先輩だよ。松本先輩、よろしくお願いします。我々、マテルノと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと僕これは聞きたいんですけど、まあ、そうそう、僕らのことって知ってます？あ、もちろんです。わあ、よかった。え、片方だけでってことじゃないですかね。僕知ってます。知ってます。おお、いやいや、俺分かるよ。今の分かった。今のは社交辞令だよ。今のは社交辞令ですって言うなって。だってもう一回顔しかめてから分かりますだと。まだこれが決まって、はい、あれ、アントニーの子にもう一人いると誰なんだでしてくれた可能性もあるしね。まあ、でもこれをきっかけに、はい、ね、お話をさせていただきますので、していただけたらありがたいんで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、本題の方いきましょうか。 OKOK。 まず最初にちょっとお聞きしたいんですけども、OA9 さんはどんな会社なんですかね。 OA9 の OA は OA 機器の OA でして、はいはい、今もここ2階にコピー機が置いてあると思う。はいはいはい。ああいうコピー機だとかプリンターだとか、そういったものをレンタルしてる会社です。レンタル、はい、あ、もう作ってるわけではなくて。作ってます。じゃあそれを買ってきてレンタルするっていう。はい、そうですね。基本レンタルですもんね、会社とかって結構レンタル多いですよね。基本はですね、リースなんです。あ、まだレンタルとリースがちょっとややこしいかも分かるんですけど。本当すいません、僕らね19で芸人になってるんで、そういう社会の仕組み何も言わないから。誰もそういうのレンタルですもんねっていうのが多分適当に言ったんですよ。本当に今おっしゃるリースとレンタルが同じような、な意味なのかなって思ってた。いやいや、ねうちの親父も会社って言うけど、リースで入れてるんですよ。なるほどね。はい、あ、それどう違うんですか、リースで。それは、この真面目な話でも大丈夫です。大丈夫ですよ。あとはもう、後ほど多分もう、とんでもない、どうしようもない話するんだよ。しないよ、どうしようもない話は。絶対するよ、俺は。リースっていうのは、リース会社さんが、はいはい、いろんなリース会社さんがあると思うんですけど、そのリース会社さんからお借りしてる。はいはい。もう世の中にある多くの企業さんは、そうやってリース会社さんから5年とか6年とか、長期のリース契約で、コピー機が入っているのが普通だと思います。なるほど。今2階にあった機械も多分そうだと思います。メーカーさんに私は昔働いてたんですけど、はいはい、リースでされてると思います。で、レンタルっていうのは、レンタルビデオとかを参加していただければいいと思うんですけど、1泊2日とか、はい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 、6泊7日とか、はいはいはい、短期で借りられるのがレンタルで、商品自体はレンタル会社が持っているので、我々が持っている商品を短期でお貸し出しして回していくっていうのがまあレンタルです。なるほど。じゃあ、OA9 さんはリース会社をされているってことですか？違いますね。レンタル。あ、レンタルの方。もうややこしいよ。話したらややこしくなってくる。でリースじゃなくてレンタルの方ってことですね。はい、そうです。レンタル DVD 屋さんのレンタルコピーバージョンだと思ってます。コピー屋バージョンだと思ってます。いまいちピンとは来ない。そう言うな。ピンときた感じだと。でもそこはちょっと違う。短期で貸したりとかをする会社ってことですよ ね。イベント会場に1日だけ貸してくれ。なるほど。だから僕、その短期でそういうものを借りる需要があるのかなって今思ってたんですよ。そしたらそういうところに使うんですね、イベントとか。案外あるんです、はい。撮影とかもあるんですか？撮影場とかもあります。ああ、なるほどね。なるほど。はい。
そのテレビ局さんに貸し出しさせていただくこともあったりもしますし、あ、はい、なるほど、え、個人でも借りたいって言ったら別に貸してもらえるんですか、やろうんで、はごめんなさい、予定はないすいません、なんか今なんか、はい、欲しそうな感じ、いやいやいや、ごめんなさい、ちょっととりあえず、とりあえず大丈夫です、とりあえず大丈夫です、はい、機会があったから、ね、機会があった、次はこう、プライベートのことというか、うん、なんかこう、いやいや、社長のプライベートが一番気になるからなんかこう、子供の時の話とかも聞いてみたいです、多分見てる人とか、あ、社長、あ、なるほどね、うん、俺が気になってるプライベートとは違います、違います、はい、どのあたりで飲んでるんですか。違う違う、そういうことですね。それは後で、あの、終わった後に、やっぱ北新地なんですか。やっぱ関西だとそっちなのかなっていう。なのかなじゃないですよ。ちなみにやっぱよく飲みに行かれるのはどこですか。いろいろです。ああ、どうやらまあまあ飲まれるタイプの社長さんらしいです。一個のここを拠点にするタイプじゃなくて、いろんなところに行くタイプの。ああ、なるほど。いつでもあの僕とジャンポケのおたけさんとトレンディの高橋さん行くんで、誘ってくれれば、飲み会だったら。なんとも言えない感じです。確かにその、まあ吉本の本当、五軍ですね。五軍です、このメンバーは。え、いいんですよ、そういうことじゃないですはい、はい、なんか子供の頃はどういうお子さんだったのかなとか気になるんですけど、はい、野球ばっかりやってました。結構有名な高校とか学校とかあったんですか。高校はですね、はい、あのさっきの尼崎の高校なんですけど、はいはいはい、あの僕が中1、中2の時に2年続けて選抜には出たんですけど、はい、いや、すごい。小学校の頃、リトルリーグにあの、はい、訳も分からずって言うとちょっと親に怒られますけどあんたは野球しなさいみたいなこと言われて、兄貴は勉強しなさいって、はいはいはい、もう全然あの勉強しろって言われた記憶が全くないんですけど、その小学校2年生の時にリトルリーグに入ってシニア、中学でシニアに行って、はい、高校で野球、まあずっと本当に野球ばっかりやってました。じゃあちょっといいですか、はい、社長のポジションどこだったか当てよう。高校時代でいいですか、はい、うわーマジむずいな。変わってないですか、小中高は結構いろんなとこ、まあ、基本は2つのポジションですかね。なるほど。ちょっと一回立っていただいてもいいですか。これちっちゃいんですよ、僕でかい。あー、ね、でも、ね、170いいですね。あー、わかりました、わかりました、せーのでいきましょう。せーの、ショート。あー、そうですよね、そう思いますよね、はい、基本はキャッチャー。うわーピッチャーとキャッチャーと両方やったんですよ。うわ、そっちか。確かにヒント出てたな。どこ。いや、だからこうやっぱ、うん、キャッチャーって社長っぽいじゃん。あー、なるほどね。やっぱそう、まとめる能力というか。お前、そんなこと言ったらお前サードは社長にならねえあんな、お前あんな楽してのポジション自分のポジションだろ自分のこと言ってんじゃん。今日本で一番守備範囲の狭いサードでやってる、はい、あ、そうだ、もうずっとで野球漬けというか、その頃もプロ野球選手になるっていう夢だった。あ、あったんですか。それしかなかったです。うわー、え、世代でなんかこう野球選手って誰ですか、プロとか。尼崎で言うと、はい、隣はここにあのブンブン丸の、え、池山さん。僕の1個上なんですけど、今ヤクルトの2軍の監督。はあ、なるほど。大学までです、高校までです。大学まで。あ、大学まで。やっぱ大学まで野球続ける人ってすごいっすよね、うん、やっぱその絶対途中でどっかでやめたくなるじゃないですか、まあ、僕で言ったら僕高校でやめてるんですよ、途中で、はい、こっちは中学でやめてるんですよ。野球好きって割には2人ともめちゃくちゃ途中でやめてる途中で挫折してるんですよ、はい、なるほど。すごい。だって大学野球やってそっから社会人というか、まあ、草野球なのかもうずっとやってるってことですよね。そうですね、就職してたまたまそこに社会人野球で行ったわけではないんですけど、うん、会社に野球部があったので野球はずっとやってます。はあ、すごいな。もうご両親もすごいですね、そのずっと野球やってなさいってことですもんね。そうですよね。なんか極端というか。え、でもお兄さんはずっと勉強させられてたんですよね。はい。え、お兄さんは社長さんとかじゃないんですか。お兄さんは、はい、兵庫県の一番のあの進学の灘中学。あ、灘中学、めっちゃすごい。で、今、どうやって行くの、あの上級の高校学校に行ってますかね。あー、なる。結果どっちもすげえやすごい。なん勉強してる方がやっぱすごいな。確かに。やっぱでも大学までこう野球をやりきれるこの
精神というか。いや無理よ。やっぱそれが多分結構大きいですよね。それやりきったっていう気持ちって多分今にもなんかこう通ずるものありますよね、絶対。そうですね。一つのずっとやり続けてるっていうのはなんかあの、一つの自信にはなるんでしょうけど、まあ、言うとそうやってとなかなかかっこいいんですけど、あの本当に甲子園に出てプロ野球選手になるっていうのがずっとちっちゃい頃から。でも大学に行くときに野球、とりあえず野球しとかんとなんか持たなかった感じですかね、大学野球は。なんか甲子園が一つの、まあまあそうですよね、やっぱそこまでの野球あの球児っていうのはみんなゴールだと思うんですよ。はい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 、はい、で、まあ夢破れてからどうしようかなってなったときに、なんか次の夢見つけるまでの間になんかこんなこと言うと偉そうですけど、はい、大学で野球やったかなみたいな感じですかね、僕の場合は。いや、すごいですよね、続けられる、それ、その気持ちで続けるのもすごいですね。新しいことを始めるまでに何かや、じゃあ野球やっとこうっていう。確かにね。私何もないのにやめましたもん、2人。うん、そう、何にもないのに。何にもないのに。で、しょうがなくお笑いやってるだけ。僕なんか楽そうだと思ったから。なんかお笑い芸人って楽そうだよなって始めただけだからな。そういうのダメなんですよ、本当に。やっぱ負けず嫌いでした、幼少時代。ああ、負けず嫌いです。はあ。なんかね、こう、あるらしいよ。弟の方が、こう、兄貴に負けたくないっていう気持ちとかでこうなんか上に行くみたいなのが結構あるって言うんだよな。も別に負けても全然ヘラヘラ笑ってたよくないのよ。よくないな。今、うん、その大学で考えやりたいことを考えてたじゃないですか、野球やりながら。就職先を、最初就職先を決めた時はそのなんかこだわりとかやっぱあった、そのこれがやりたいみたいになったんですか。うん、これがやりたいというわけではなく、まあ多分一般的なんでしょうけど、この先どんな業界が伸びていくんだろうなぐらいのことで業種を絞って、まあ、就職活動はしてました。まさかその仕事をやってこの業種で社長になるなんてやっぱ、いやいや思ってないです、全くね。まだそこからまた考えようみたいなところもあったんですか、なんかまたやりたいことを見つけたりとか。その僕らってその就職する時のテンションがわからないんですよ。その一生この会社なのか、その途中で独立するのか、はたまた別の業種に行くのか、始める時の気持ちってどういう感じだったんですか。まあ、ゼロックスって会社に入ったんですけども、はい、まずは僕の場合ですね、はい、まずは就職して営業職だったので、うん、同期の中で一番だったと思います。はい、今度はもうちょっと広い範囲の中で一番になるとか、まあそんなことをずっと目標設定して、多分タイプ的に目標がないと生きていけないタイプなんですよね。はい、なのでまあ自分で目標を知らず知らず決めてしまうんですよ。で、人にあんまりそれ決めると大変なことないって言われるんですけど、はいはいはい、僕はタイプ的に言うとそっちじゃないと何か落ち着かない。落ち着かない。で、その目標がやっぱ達成してたんですか、同期の中で一番になって、会社の中でっていうのは。まあ、あの近いようなあの数字だったかな。うわー、すごいわ。いや、そのさっきの、その、うん、夢を持った少年が10万となんか通ずる話というか、うん、こう目標をこうどんどん決めてって、こうどんどん登っていくってことですよね、どんどん大きくしていくっていう。やっぱ、漠然と売れたいっていう気持ちしかやってなかったもんね。そう、俺は階段をコツコツ登れたって奇跡を起きろ常に何かいきなり、何かいきなり目に留まれって思ってるから。いきなり俺インスタグラムでジャスティン・ビーバーとかからいいね来ないかな何かの間違いで、何かの間違いでそれでバズれたと思ってるからね俺は。今お子さんとかいらっしゃる。はい、25と21です。うわー、いいなー、マジで社長の息子に生まれだったよマジで態度悪いぞ。なんで貧乏の寿司屋の息子に生まれたんだ最悪だよ。初めて見た人寿司屋なんだって思うし、かもう潰れかけの寿司屋っすよお子さんに対して子育てもそういう考え方、教え方をしてきたんですか。そうですかね、娘たち、まあそうですね。あ、お一人とも娘さんの娘です、はい。あ、そうなんですね。子供の子育てに関して言うと、うん、ちょっと妻に怒られるかもわかんないですけど、妻に任せっきりみたいなところがあったので、
そこそこ忙しくさせていただいてます。あ、はい、なんかあんまり好きなことを、まあやっていければなっていう、うん、やってもらえればなと思います。じゃあ結構割と自分の娘さんには結構まあ怒ったりせず甘やかしてっていう感じですね。そうだと思います。なるほどね。めちゃめちゃ甘いです。え、じゃあ娘さんとはご結婚されてるんですか？まあ、まだ。あ、お父さんお父さん何パターンの呼び方を使うんですか？もう社長じゃなくお父さんでありますから、可能性としては、ま、でもそしたら、はい、娘さんがこう継ぐことはあるんですか？うん、会社作るっていうのは。いや、全く考えてないですね。想像もできない。そう、娘さんからもとかもないですね。そういう、あ、ないです。あ、ないですね。なるほどね。だからそのいろいろ回り回って僕が継ぐ可能性も出てきたってことですよね。今確認しちゃってたから、ね。いや、だからね、ありがとうか、なんか勝手になんか継ぐ感じ出してたから今。うん、今まあそのゆくまあまあなきにしもあらず、こういうところからだから。こういうところからじゃない。苦笑いしてるから。今日一のね。今日一の苦笑いだ。